こんにちは。京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。7月号のこの今日の健康、こちらの方の中の、健康情報を、よかったら私の YouTube で発信していきたいと思います。全部読むのじゃなくって参考になりそうなところだけピックアップして紹介していきます。今回は、骨密度の話が載っていました。骨は衝撃で作られるっていうところを紹介します。骨が脆くなって骨折しやすくなる骨粗しょう症の発症とか進行予防のためには、骨に衝撃を与える運動を行うことが大切です。あのかかと落としって言ってかかとにドンドンって衝撃を与える運動が一番簡単で効果的みたいなんですけれども、年齢にかかわらず運動を行えば骨を強くすることができます。この骨密度、これに私関係ないわとか、あんまりこの話聞かないでおこうとか思う方あるかもしれませんけど、いずれは年齢とともに、女性の方は特に骨密度が下がりやすくなります。あと男性の方でしたら自分の母親だったり奥さんだったり兄弟だったり、女性の方が周りに多いと思います。骨密度のことためになると思うので、ぜひ聞いてください。手短に話していきたいと思います。骨粗しょう症っていう言葉、だいぶ前に聞いたこと、有名になった言葉なんですけど、最近はみんながよく知っています。骨がスカスカになる病気です。隙間や穴があることを巣が入っていると言いますが、骨粗しょう症とは骨がまさに巣が入っている状態になる病気のことです。骨がスカスカで脆くなっているため、些細なことでも骨折しやすくなります。結構怖いですよ。骨密度は男女ともに20歳頃をピークに加齢や閉経により低下していきます。先ほど言った男性の方、これも20歳をピークに下がっていくということなので、人ごとではありません。そのため年齢を重ねれば誰でも骨粗しょう症が起こることがあります。さらにここが重要です。一度低下した骨密度を大幅に回復させるのは難しいので、若い頃から骨に必要な運動や食事で骨密度を上げる骨貯金をしておくことが大切です。20歳頃までに骨貯金をして最大骨密度を高くしておけば、加齢とともに骨密度が低下しても骨折しにくい骨を維持できます。ということは、20歳までの10代の方、ぜひ今のうちに骨密度を上げる食事運動っていうのを心がけていくと思います。全身の骨っていうのは毎日作り替えが行われていて、これにより骨のしなやかさと強さが維持されています。毎日っていうのびっくりですよね。まず古くなった骨を破骨細胞が壊していきます。古くなった細胞をまず潰していって、さらにその場でジャンプするような縦方向の衝撃を骨を構成する細胞である骨細胞がキャッチすると、骨を作るための信号を出し、骨を作る骨芽細胞の数を増やしていきます。ちょっと難しいんですけれども、ジャンプするような縦方向の衝撃っていうことは、私は高校の時とか、あとママさんバレーも結構長い間バレーをしていたので、結構スパイクの時とかにジャンプするんです。だからジャンプすると骨密度って上がります。多分30代の頃ですけど、骨密度を測る機械を肘やったと思いますけど受けたことがあった時に平均値より高かったんです。でその時に割と高くて驚かれたので、何かスポーツされてますかって言われた時に、バレーボールしていますって言うと、あ、やっぱりなるほどって驚かれた記憶があります。バスケとか、そのバレーボールとかジャンプするスポーツっていうのはすごくいいみたいですよ。でこのジャンプ動作っていうのがとても適しているんですけど、これらは骨密度を上昇される効果が高いことが分かっています。これは年齢を問わず、もうジャンプできないわっていう人でも、かかとをドンドンと落とすだけでも違うっていう体操、後から紹介されていますけど、平均65歳の女性を対象に行った調査では、1日8000歩、8000歩ってすごいんですけど、ウォーキングを週3回以上1年間、結構時間かかりますけれども、行ったところ、骨密度が約 1.7% 上がったという報告もあります。気が遠くなる話ですけれども、骨っていうのは、この本には書いていないですけど、だいたい骨のサイクルっていうのは私は2年って聞いています。
だから結構時間かかるんですよ。そしてあとはどこに行ったらいいのかな、あとはこの骨のかかと落とし、骨を鍛える運動っていうところ、ここをちょっと紹介したいと思います。後からまた今見せてもら見てもらったところを YouTube では画像で分かるようにしておきますけれども、2本足で立って、そしてドーンと横に椅子とか持ちながらつま先になってドンってかかとを落とすだけです。これを10回、1日3セットって書いてあります。でこれが簡単すぎるわとか、ちょっとこんなんしょうもないわって思う人はちょっと難しいですけど、片足ずつって書いてます。どっかこう壁とかに手をついたり椅子を持ちながら片足でつま先で立ってドン、これも片足ずつ10回、1日3セットって書いています。ぜひ後からこのこちらの紹介しているイラストが分かりやすくなっているので YouTube でよかったら見てください。1日1回でもいいと思います。ぜひ続けてみてください。骨って大事です。骨密度が高い人っていうのは、前テレビでやっていたけど、同じ年齢でも見た目が若い人と見た目が、ちょっとこう老けた人とこう並んでて、それと骨密度を測った時に骨密度の高い人の方が見た目が若いってテレビでやってたのを記憶しています。これ今前置きの私が骨密度30代の時にね高かったっていうのと、ちょっとすいません話は別にしておいてもらったらいいですけど、私 YouTube で年齢言ってないし、でもそういうことで見た目にもいいということで骨密度を上げていきましょう。女性の方閉経で急に下がるって言われています。エストロゲンが少なくなると急に骨密度が下がるって言われています。エストロゲンのサプリメントっていうのも松宮局で取り扱いしています。ぜひいろいろ気になる方は相談してください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。